おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2562です。はい、今回紹介するのはですね、前回こちらですね、稼働とかね、武器の装備とか、あとはちょっとね、不具合があったとあるパーツですね、そちらの方をやっていきました。メタルビルドのダブルオークワンダですね、こちらの方をね、前回ね、途中までやりましたけど、今回はですね、今のこのね、携帯以外のもう一つのね、携帯ですね、一応ダブルオークワンタと言ったらこれでしょみたいなね、そんな感じの機能のやつ、それをねやっていきたいと思います。その機能に関しましてはね、後からやりたいと思いますが、まずですね、前回その不具合があった部分ですね、そちらのお話からしていきたいと思いますが、まずこちらのねバインダーですね、ここについているこのビットですね、全部で6個ついてますけど、このビットをねマウントするためのリングですね、そのパーツというのがこういう風にねありまして、ここのアームですね、ちょっとねクリアパーツなんで分かりづらいと思いますが、この部分がですね、前回はかなりフラフラでした。というのも一発はね、ここのパーツになりますけど、ここですね、爪が折れてる影響で、最終的に動画内ではねマスキングテープを貼り付けてなんとか固定しましたけど、それぐらいボロボロと。でそれ以外にここのパーツもですね、全部ガクッと下がったりとかね、フラフラしてたんですけど、これですね、撮影後に確認したところ全部クラック入ってました。割れてるってことですね、縦にパキッと。一応ここですね、ボールの受けになっているんで、そこの部分がですね、一応この形で保持されなきゃいけないんですけど、ボールが入った時にここで割れたんですね、パキッと。それが全箇所で起こってるんで、保持力めちゃくちゃ弱いと。なのでビット関係を取り付けた時にはもう全部下がる、または回っちゃう、フラフラするっていう原因だったんですけどね。一応そこに関しましてはこんな感じでね、とりあえずまあビットはついてませんけど保持しております。ここに関しましてはね、この根元ですね、先ほど言った部分のクラック入ってる部分に流し込み用の接着剤ですね、それを流し込んでとりあえず固定したと。ただその状態だとね、どっちにしろまた割れちゃいますんで、それをね開き防止のために透明のねテープですね、それをぐるっと巻いて、それ以上広がらないようにしてると。ただそれでもね、やっぱり固定力がね弱かったので、事前にですね、ここ6箇所とも全部パーマネントマットバーニッシュ流し込んでありますんで、最初のやつよりも全然強くなっております。はい、一応こんな感じでね補修しましたと。それともう一つですね、こちらの今のリングですね、これを浮かせるために使っていたこのパーツですね、こちらのパーツのこの軸、これもですねめちゃめちゃ弱ってて、この重さに負けてバタンと行きやすかった部分もちょっとね軸を太らせてありますんで、最終的にねこれを組み付けた時には問題ない状態まで一応調整はしてあります。はい、一応こんな感じとなっておりますよと。なのでとりあえずですね、今こちらのビートですね、これちょっと外してしまって、先ほどのこちらね組み付けやってしまいたいと思います。とりあえず外し方とかに関しましてはね、前回のやつを参考にしていただきたいと思いますので、まずこれを外してこちらですね、リングに組み付けた状態にしたいと。それと今ちょっとねポーズをとっておりますんでね、こちらねちょっとすだちの状態までいきたいと思いますので、さっさとね準備してしまいたいと思います。はい、組み付けの方が完了しました。こんな感じですね、前回ものすごくフラフラだったのがねちゃんと保持されておりますと。はい、でこれなんですけどね、先ほどちょっとね漏れておりましたけど、一番上のねここ、前回はね最終的にマスキングテープで留めたところもね、こんな感じでちゃんと保持しておりますと。ここもですね、爪が折れてた部分の割れてる部分に流し込み接着剤をねつけて、とりあえず接着した後に周りをですね固めるイメージで UV クリアレジンですね、それで一応固めたんで、これぐらいの保持力となっておりますよと。はい、まあ本来ね新品だとねこの状態になると思いますがね、こんな感じでちゃんと組めるようにしておきましたと。はい、でこれが準備できましたらね、ここのところにつけてあげれば、とりあえず前回のね形がこういう風にね再現できるという風になっております。はい、一応こんな感じで、今回のねメインというのが、先ほどね言った通りですけど、ダブルオークワンタと言ったらこれでしょっていうね、それをやっていきたいと思います。そのためにはね、まず説明書を見ていこうかなと。説明書がこちらですね。これに関しましてはね、前回も見ましたけど、こちらですね、表になっておりまして、他の部分に関しましてはね、途中までね、前回見たので、ここからですね、続きから見ていきましょう。先ほどのね、ビット関係はこんな感じでディスプレイできる。前回の最後方にね、ちらっとやりましたけど、こんな感じ。で、今回はね、ここの先ですね、こちら。クアンタムバーストタイプレギュラーですね。これから行きますよと。ちょっとね、ビット外しちゃってるんでね、これももう一回戻さなきゃいけないのかなっていうね、ちょっとめんどくさい形になりましたからね。まあこれ後でやりたいと思いますが、とりあえずこんな感じですね。とりあえず GN シールドを背中側に動かしてあげて、肩のパネルですね、これを引き出してサイドパーツを持ち上げます。前腕パーツもね、これ外すんではなく浮かしますよと。で、これを左右行い、胸部パネルも開きますと。
で、腹部パーツのここもガバッと開いてあげて、ここのパネルですね、青いパネル、これを下にちょっと下げますよと。で、フロントアーマーを持ち上げて、脚部走行のこの辺ですね、ここのパーツも持ち上げてあげますよと。で、さらにふくらはぎっていうかね、この辺のパーツも展開して、脚部パーツっていうかね、つま先部分も開いてあげて、後ろ方向に逃がしていたバインダーですね、っていうかシールド、これを片方向に動かしてあげて、こちらですね、ビット関係の展開を行うと、こんな形になるよと。はい。一応これがですね、タイプレギュラーですね。で、それからですね、一応ここに続きが載っておりまして、クアンタムバースですね。とりあえず台座から外して背中のパーツを外します。ビット関係は全部外します。それから肩ですね。もともとタイプレギュラーにしてた時には展開してたので、これをね、元の状態に戻し、胸部パネルを取っ替えます。腕も同様ですね。もともとついてるやつを外して、ちょっと短いやつに変える。前腕の走行パーツは全部外します。で、ここですね。クリアパーツ、レンズ部分をこのね、伸びてるタイプのやつに変えると。その時に外しづらい場合は専用のパーツですね。このチグを使って外しますと。で、腹部とかね、フロントアーマー、サイドアーマー、リアアーマーとかを外していき、あと脚部ですね。これも同様にバーッと外していきまして、ここのパーツですね。このレンズ部分を同じね、引き出しタイプのやつに変えますよと。で、足ですね。つま先とかかとも外します。胸部パーツをここも外し、そして、前回ね、電池を入れました。こちらのね、ドライブを外してあげて、裏側から押しますと。そうすると中心のね、レンズが外れますんで、これの代わりに伸びてるやつですね。これに変えますよと。で、また戻す。で、ロックをかけて、ビットを外してる状態の GN シールドの方をね、変形させていきまして、背面のところに配置すると。その時に中ですね、ここにあるパーツ、これを展開して、ここにあるね、突起部分に合わせますよと。こんな感じ。こうすると、これで、こんな感じになって、さらにですね、ここのところにビットをね、取り付ける必要性がありますよと。その時に中心ですね、ここのところに、こちらのですね、前回緩いよって言ったこのパーツ、これをつける必要性がね、なくね、短いタイプの支柱を直接組み付けてあげて、各場所に配置してあげて、真ん中のところに、クアンタムバースト状態のクアンタを乗っけてあげれば、こんな感じというふうにディスプレイできるというふうに載っております。なので、まず本体ですね。クアンタ本体の方を、まずは、タイプレギュラーの方にしていこうかなと。で、それからこちらね、外してるビットをね、元に戻していこうかなと思います。はい。とりあえずですね、こちら本体を用意しますが、やりづらいので背中のパーツはちょっと外してしまいますと。はい。で、これが外れました。で、さらにこちらですね、リングパーツはとりあえず今使わないので避けます。そしたらですね、こちらの方を変形させていきたいと思いますが、まず順番としてはね、上半身ってか上から行きますよと。で、まず肩ですね。こちらのパネル、この白いやつですね。こちらから変形させていくと。ちょっとズームにします。はい。まずはですね、側面に配置されているここのブロックですね。とりあえず、こいつを横に広げるよと。これね、取れちゃいましたけど、一応元々はこういう風にね、寄っているやつをちょっと広げると。反対側も同様にグッと広げてあげる。そして上のパネルですね。この白いやつを引き出しますよと。これですね、非常にやりづらい。ここもですね、もしかしたらね、腕とかのクリアパーツのパネルですね。あれを外すチグ使った方がいいかもしれないですね。まあ一応ここの部分のパネルを上に引き上げる。こちらも同様に引き上げましょうと。こっちはね、とりあえず今素直に行きますね。こんな感じかな。で、こちら側のね、右腕側がね、全然上がってこないですね。はい、なんとか展開できました。ここのパーツ思いっきりグッと外側に跳ね上げて全体を持ち上げる感じですね。そうするとこんな感じでね、展開できましたと。で、これができたらですね、今はこんな感じでね、 GN ソード5持ってますけど、説明書の方ではね、これなしになってるんでね、これも外してしまいましょう。これ取ってしまいます。手首パーツがね、ちょっとね、何が正しいのかわからないんで、左手とね、同様に左手にしてみようかな。で、手首パーツはね、ここですね。引っこ抜いて、ちょっと平手にね、しておこうかなと。で、手首パーツね、交換できましたので、今度はこちらのパネルを展開するよと。こちらの青いやつは後ろ方向にこんな感じで開くと。前腕はここね、引っ張ってあげて、ここですね、前方向に出すと。で、根元がね、こういう風にアーム稼働になっておりますんでね、こんな感じで展開すればいいのかなと。はい。で、反対ですね。左手も同じような感じですが、
ここにね、走行パーツありませんので、左腕に関しましては前面部分ですね。ここだけをね、こうやって持ち上げますよと。はい。腕こんな感じ。で、これがですね、できましたら、胸部パネルのこいつですね。ここの白いやつを開いてあげましょう。そして、腹部ですね。ここのパーツ、こうなっていますので、このね、腹部パーツの赤いやつを、下方向に、ぐいっと動かしてあげると。ここちょっと干渉するようだったらね、一旦回避させてあげて、こいつをね、かなり下まで、こういう風に展開しましょうと。で、これができたら、この青いパーツが下に下げることができると。ただ見ていただくとね、ここも結構外れやすいんでね、ここの部分は、とりあえずアームをね、こういう風に露出させて、この状態である程度動かしてから差し込む方がいいかもね。ただこれもですね、非常にやりづらいんでね、ここ、外れやすくてね、やりづらい場合は事前にね、軸の方を太らせて、こんな感じでね、問題なく変形できるようにした方がいいかな。はい。多分これで展開状態になってると思いますと。そしたらですね、フロントアーマーを上に持ち上げる。そして次に脚部パーツの方に行きますよと。脚部走行パーツの方に行きますが、こんな感じですね。こちらの青いやつ。この走行パーツを持ち上げますよと。まずはすねですね。すねアーマーをここに持ち上げる。確かここもですね、比較的外れやすいはずなんでね。ここもちょっと持ち上げるときに注意かなと。で、結構大きくね、ガバッと上げるみたい。一応これぐらいかな。で、これがですね、上がりきりましたら、今度後ろですね。ここのパーツもガバッと、こういう風に上げましょう。そして、ふくらはぎのここの走行パーツを、外側に開きますと。で、これ下手すると取れるんじゃないかなと思うんでね。この部分も、取れましたね。ちょっとある程度ね、加減してあげて、今ちょっと取れちゃったんでね、後で行きますけど、こんな感じに露出させた状態にしたら、ここの走行パーツのヒンジごと下げるよと。で、これもですね、ここまでがね、多分限界値だと思います。で、一応これができましたらね、今ちょっと外れちゃった走行パーツを戻してあげようかなと。まあ、これはですね、軸太らせるのもそうかもしれないですけど、ここはね、外した方が楽かもしれないですね。そして、後で戻すっていうね、その方が楽かもしれないですね。それかまあ、太らせてしまってね、ちゃんとね、説明書の通り、横にグッとスライドして下げるっていうね、ちゃんとした構造にするのもありかもしれないですね。で、あと前面。これもですね、こういう風にアーム式で伸びますんでね、こんな感じで展開してあげると。そして、つま先自体を全体的に倒しまして、ここのね、白いカバーパーツを展開するよと。こんな感じですね。ちょっと映ってないな。もうちょい下でした。こんな感じに展開すると。で、かかともどうですね。かかともグッと展開してあげて、この白いパーツを動かすのかな。ここは全体だけですね。これはここだけガチャッと動かします。つま先はね、ここでグッと倒してあげて、この白いカバーパーツを開くっていう。こんな感じですね。これで脚部パーツの方の変形が完了すると。なので反対側ですね。こちら。右の方もね、ささっとちょっとやってしまいたいと思います。はい。変形の方が完了しました。脚部パーツの変形に関しましてはね、とりあえず左の方は説明書の通りね、すねやってこれやって後ろ開いてとかってやりましたけど、実際やった感じとしてはね、すねとかこちらのね、ふくらはぎっていうか、ここに関しましてね、同様でいいんですけど、つま先っていうかね、ここの足首部分に関しましては先に倒して展開してしまう。かかともね、ついでに倒してもいいと思いますね。そして、後ろ行く前に前をね、グッと起こすと。そうすることによってね、ここ触りやすくなりますんでね。この状態で両サイドにちょっと引っ張ってあげて全体的に下げると。その方がね、確実にやりやすかったですね。はい。まあ、一応こんな感じにすると、クアンタ本体ですね。こちらの方のタイプレギュラーですね。とりあえずこの形になりましたと。そしたらですね、先ほどちょっと外しちゃいましたビットですね。これ戻しましたので、この形にしてあげると。で、あと背中のところにね、こいつをとりあえずつけてあげるのはいいんですけど、ここの一番表のパネルですね、こちら。こいつを全体的にグッと持ち上げますよと。一応ここね、こういう風に動きますんで、こんな感じで全体的に持ち上げる。で、さらにここにパネルがありますんでね、こいつも持ち上げて、ここにね、空洞ができるように作ってあげると。さらにこちらですね、側面に取り付けられているビットの B と C ですね。これ自体を全体的にね、内側に入っているアームを利用して広げてあげる。さらにここですね、ビットの A に関しましてはここのパーツをね、展開してあげて、根元の部分のね、引き出しを利用してあげて、ちょっと下に下げて広げる。反対も同様ですね。ここの部分のこちらね、展開に関しましてはね、GN バスターソードとかね、その時にちょっと使ったギミックですね。
これを利用し上げて広げてあげて、グッとね、持ち上げて、こんな感じでね、展開状態にしてあげましょうと。これでね、バインダーというか、これの変形が完了しましたので、あとは背中ですね。ここのところに戻してあげると。そうすることによって、これでですね、クアンタムバーストタイプレギュラーですね。こちらの方が完成しますよと。うん。最初のですね、ダブルクアンタに比べて、装甲パーツがね、展開したことによってね、かなり派手ですね。ちょっと気になるのはやはり武器かな。こちらの GN ソード5はちょっとね、マウント位置が特にない。一応サイドアーマーにつけることができますけどね。これに関しましては特に指定がないので、手持ちさせてもいいんですけどね。そうするか、サイドアーマーにつけてね、余剰品減らせばいいと思いますけどね。これのね、指定がないのがちょっと気にはなりましたけど、内部メカがね、こういう風に見えるんでね、これはなかなかいい感じですね。ちょっとシンプルめなね、感じだったこちらのね、シールドっていうか、これに関しましてもね、全体的に大きく展開しておりますのでね、かなり派手な感じに仕上がってていいですね。はい。一応こちらがタイプレギュラーという風になっておりますと。ではですね、このままね、次に、作中にもね、登場しましたクアンタムバーストですね。こちらの方やっていきたいと思います。まずですね、これをやるためにはまた外さなきゃいけないですね。こちらのシールド。これを外してあげて、ビットも全部外します。そして最初のリングパーツっていうかね、今回の動画の最初にやりましたリング。あれに組み付ける必要性がありますよと。はい。なので、とりあえず、こちらですね、外してしまおうかなと。外す位置はね、一緒なんでね、ここのところを全体的に外してあげて、ここに入っているビット関係は全部外しますと。で、これですね、外しましたら、ここのですね、ヒンジとか、この辺全部ね、中に格納してあげて、平らにするよと。で、今展開したばっかりですよね、ここのパーツもとりあえず一旦ね、締めるみたいですね。なので、最初の状態ですね、この状態からビットが外れて、横のパーツですね。これが外れたシンプルな形ですね。この形にしておきましょう。はい。で、これはね、最終的にまた変形させてね、背中に取り付けますんで、とりあえずこの形でね、用意しておきましょう。はい。そしたら次にですね、こちらのクアンタ本体ですね。こちらの方からパーツを外すと。その際にまずは今展開しております肩アーマーですね。これですね。ハッチを閉じていって、最初の状態ですね。にしてあげると。はい。で、これがですね、準備できましたら、胸部パーツ。ここですね。今伸びているこいつをこっから外す。で、これが外れましたら、このパーツの代わりに、こちらの短いタイプですね。これがありますので、これに変えるよと。向きはね、指定がありますんでね。まあ、入る位置に入れるしかないと思いますんでね。形状を合わせて入れると。で、これがね、入らなければ逆だったなっていうことで、多分変えればいいかな。裏側にですね、あ、ありますね。LR の刻印がありますんで、それで判断すればいいですね。ここに入れると。はい。反対も同様に入れてあげましょう。はい。ここに入りましたと。で、これが入りましたら、今度腕ですね。前腕パーツを見ていきまして、とりあえず左でですね、こっちから行きますが、まずは前面にね、飛び出してるこの走行パーツを引っ張って取る。まあ、後ろはね、比較的簡単に取れますんでね。取ってしまって前面も取りますと。で、この走行パーツ、外れましたら、こうですね。展開のために伸びておりますんで、これをね、パターンと倒して、この状態。で、さらに側面ですね。こちらのパネルパーツも、こっから取ってしまい、このパーツの代わりに、蓋ですね。これをつけますよと。はい。まあ、これをつけることによってね、ここのクリアパーツに被ってた部分が、まあ、なくなるよと。で、これがですね、外れましたら、こことここ。こちらにあるね、レンズパーツを外すと。これ今ね、爪引っ掛けたら取れたんでね、いいんですけど、もしですね、引っ掛けてね、取れない場合は、専用のチグですね。この棒ですね。これを隙間に突っ込んで、ピッてやると取れるという形となっております。で、外したところに対して、こちらのパーツをつけると。こちらのですね、コンデンサーのパーツに関しましては、こちらですね。突起4つ。これ入ってるやつが前腕っていうかね、手首回りみたいなんで、ここに対して、こいつをね、ざくりと差し込みましょうと。はい。で、次に上ですね。ここに対して同じような感じで、こちらを取り付けると。その時に裏側を見るとね、なんかね、ピンが折れてる風になってますけどね。これはもともとありませんので、これをね、同じようなイメージでここに差し込んであげれば、こういう風につきましたと。はい。これでですね、左腕の方ができましたので、これと同じ感じですね。走行パーツ外して、レンズ外す。で、さらに、ここのね、内側に隠れてますけど、こちらのパネルパーツを取り替えて、左腕とね、基本的に同じ形。それをね、やってしまいたいと思います。はい。組み替えたのがこの形となります。先ほどまでですね、
左右でね、腕の形状はね、肩アーマーと前腕でね、若干違いがありましたけど、とりあえず今だとね、こういう風に肩だけの違いですね。はい。一応こんな感じにしますよ、と。で、これができたらですね、フロントアーマーを引っこ抜きますよ。さらに腹部のこの青いパーツですね。この青パネルもこっから取ってしまい、腹部のこの赤ですね。こいつも引っこ抜いて取ってしまいます。はい。こんな感じでね、前面となるこちらのパネルパーツ全部取りましたと。さらにちょっと腕をね、広げてあげて、サイドアーマーのこのパネル。これだけ抜けますんでね、これも取ってしまい、ぐるりと回したリアアーマーですね。こちらも取ってしまいます。これただ引っ張ればね、抜けるんで、取ってしまいましょうと。はい、こんな感じ。で、これですね、とりあえず腰回りとかね、この辺の方は全部外し終わりましたので、次にですね、脚部パーツいきます。脚部パーツに関しましては、ここですね。まずはこの青いパネル。これですね、まず前面ですね。これ。前面のここだけ取れるんではなく、このアームごと取れますんでね。このアームごと取ります。で、前面部分にこういう風にね、見ていただくとわかると思いますけど、こちらのところにマーキングありとなしになってますんでね。これ、左右で混ざるとね、ちょっとややこしくなりますんでね。一応半分。左側は左側。右側は右側っていう風に保管するようにした方がいいですね。はい。とりあえずこんな感じで外します。で、後ろですね。このパーツ。これもですね、引っ張れば抜けるよと。こうですね。ちゃんとアームごと抜けると。そして、前面のね、スネーパーツ。これを取ってしまう。で、後ろのね、このふくらはぎのこの走行パーツ。これもですね、こんな感じでブロックごとね、ボロッと取れますよと。で、つま先起こし、ここのパーツもね、こういう風に起こして、最初の状態にすると。まあ、最終的にこれ取るんですけどね。一応こんな感じにしてあげる。で、このアームパーツは、こういう風に、ね、畳んで、こちらね、沿わせた形にするよと。で、これができたらですね、ここの側面のパネルですね、ここ持ち上がりますんでね、持ち上げた状態にして、ここのレンズパーツですね、これをまた外しますよと。で、外すときに、爪が引っかかるようだったらね、こんな感じでね、ペロッと取れます。上も多分ね、問題なく取れると思います。ただね、これもですね、前腕と同じような感じで、取れない場合はね、先ほどのチグですね。これを使って、引っ掛けて取る。引っ掛けて取るという形となっております。で、これがですね、取れましたら、こちらのですね、伸びてるやつ。これをつけるよと。これはですね、取り付け位置が決まっておりますのでね、その位置を確認しながらズボッと入れる。下も同様に、これですね、同じような感じで爪がね、折れてるように見えますけど、爪2本なんでね、これ合ってますよと。多分。で、刺さる位置が決まってるんで、そこに対して入れるよと。はい。一応こんな感じでね、このパーツを入れましたと。で、これができましたら、つま先ですね。これを引っ張って抜く。先にかかとが取れましたけどね、これ取ります。で、さらにこちらの可動部分も取る必要性がありますので、これを引っ掛けて取ってあげて、こちらですね、かかとの部分に戻してあげましょう。こんな感じ。で、つま先も取りますけど、これがですね、ちょっと硬いことがありますんでね、そこの部分ちょっと注意しながらね、スポッと抜いてあげると。これもですね、先ほどと同様にね、左は左で固めた方がいいんでね、こんな感じにしてあげると。はい。一応こんな感じ。これで脚部パーツの変形がね、こちら側できましたと。で、このパネルパーツ、一応起こしっぱなしがね、正しいみたいなんでね、こんな感じにしましょうかと。はい。一応これでね、できましたので、反対ですね、こっち側、右側の方もね、ささっとやってしまいたいと思います。はい、右側の方も変形できました。一応こんな感じですね。これで外れました。で、これですけどパーツ単体で保管するとね、やはり混ざりやすいということで、こんな感じでね、100均で売ってるケース、こんな感じでね、買ってありますんで、こういう風に分けた方がいいかなと。これこの状態だとね、ちょっと分かりづらくなるんであれば、上のところにね、シールか何か貼ってね、右左分かるようにした方がいいかなと。はい、一応こんな感じをね、パーツ仕分け用のケースを使ったら便利です。はい、一応こんな感じですよ。で、これができましたら、ぐるっと回しましてね、中に入っております、こちらの GN ドライブですね。これを抜きますよと。取り外し方法は前回と同様でね、こちらね、両方のフックを解除してあげる。そして、こいつを引っこ抜きますよと。そして、中心部分ですね。こちらのレンズを抜くときに、フロントのこの白いやつですね。これ外す必要性があります。これ取ります。これ最終的に使わないでね、取ってしまいましょう。で、裏側ですね。こちらのところのレンズ、こいつをですね、押し込んであげて、こういう風にね、正面から抜くと。これでね、レンズパーツ外れましたので、これの代わりに、こちらのパーツですね、爪が展開されてるやつ。これをですね、先ほど外したレンズ部分、ここのところに合わせて、こいつをね、ザクッと差し込んであげましょう。はい。こんな感じ。
で、これがですね、セッティングできましたら、背中ですね。こちらのところにドライブをね、戻してあげる。まあ、先ほどのレンズですね。外すためだけにこいつを抜いた感じです。なので、爪引っ掛けて取れるんだったらね、わざわざこのパーツをね、外さなくてもいけるという感じですよ。と。で、これをね、戻してロックをしっかりとかけましょう。はい。こんな感じ。で、これができましたら、外しておいたね、こちら。このパーツですね。ビットも外したこのシールド。これをですね、この形でまず持つと。ここね、なんか外れましたね。これは別に外れる必要性がない部分なんでね、もし外れてね、パラパラするようだったら接着すればいいかな。はい。まあこれはね、ちょっと外れちゃったお話ですが、とりあえずこの形で持ちますよと。これができたら根元のここの可動部分を利用して広げますよと。こんな感じ。そして、ここのアームですね。ここの部分を使ってギュイッとひねっていきまして、こっち側に向けるよと。で、さらにここの部分をぐるっと回してあげて、ここの部分の可動をね、利用してこういう風に曲げると。そうすることによってね、こちらのバインダーパーツっていうかね、これ自体がちょうど中心ですね、に寄るような感じになると。で、これができましたら中に格納されているここのパーツですね。このパーツを引っ張り出します。これですね、引っ張り出すときにやりづらいんであればね、ここ置きますんでね、起こしてあげて、こっからね、グッと押し込んであげればいいのかなと。で、これを押すと、ここのパーツがね、ニョキッと出てきますよと。で、これが出てきましたね。こいつ自体をぐーっと起こしていきつつ、ここの中心ですね。ここの穴の部分に合わせて、こいつを稼働させていきましょうと。で、これがね、セッティングできて、さらに全体的にぐーっと倒したりとかしてね。こんな感じでね、稼働が完了しましたら、このね、押し込むためだけに起こしたこのパネルパーツを倒していくよと。で、その時にこちらのパーツに関しましてはね、ピタッとね、閉じるっていうよりもちょっと隙間を開けるみたいなね、そんな感じにするみたいです。で、これが準備できましたらここにつけると。その時にですね、もう点灯ギミックやってしまいたいと思いますが、これ一応ですね、カチッと入れると、前回はですね、こちら、中心部分だけね、光ってるお話をしましたけど、実はですね、裏側、こちら側にもね、光が漏れておりますので、ここのね、光を先ほどね、露出させたここの部分ですね、こちらにもね、中心パーツ、レンズ入っておりますんで、ね、これを利用して、こっち側も光るという感じになっております。ただですね、光こっちね、ちょっと弱いんですね。で、弱いやつに対して、これがね、さらに通すんでね、あまりね、光らないんですけどね、こんな感じのね、連動ギミックっていうのがありますんで、これをね、ちょっと見ていこうかなと。一応こんな感じでね、セッティングしてあげて、あとはアームの位置はですね、この辺を微調整してあげて、先ほどのですね、こちらの中心部分、こっちの方が見やすいですね。ここの部分にピタッとね、沿わせるような感じで配置してあげて、差し込んでね、ここに連結させましょう。ただこの連結に関しましてはね、バチって止まることはなく、ちょっとね、乗っかるような感じになりますよと。そうすることによって、ここですね、かなりわかりづらいです。実際肉眼でもね、全く光ってるように見えないんですけどね。ここの部分が、まあとりあえず、先ほどの光を通して、ここがね、ちょっと光るという感じになってるみたいです。まあ見えないですけどね。はい。一応こうですよと。で、まあ、ここね、閉じる。ここのね、カバーがね、開くんですけどね。とりあえず、ここのカバーはね、展開する必要性はなさそうなんで、こんな感じですけどね。はい。一応、これで、クアンタムバーストのが完成という形となります。ただ、これだとね、やはり物足りないということで、短いタイプの支柱、これですね。こちらを用意する。で、これを、中心部の、ここですね。下の台座のところに穴がありますので、ここに対して、こいつを差し込んであげましょうと。で、これが刺さりましたら、ちょっとやりづらいんでね、クアンタ本体をちょっとね、避けてしまいましょうと。これ置いとくの大変なんでね、まあ一応こんな感じで、こそっと置いときましょう。で、これができましたらね、前面の支柱をこっから引っこ抜いてあげまして、リングパーツですね。それを取り付ける。そしてそのね、端っこのところにあるボール部分に対して、ビットをね、配置しますよと。とりあえずシートを外してね、配置したのがこの形になりますよと。こんな感じでね、全部上に向けますよと。で、その時にですね、最初のシールドというかね、エフェクトシートついた状態とはまたちょっとね、配置が変わります。あの時はですね、こういう風に立ってる時って、ここがですね、B で、C で、A なんですね。で、A の C の B という順番だったんですけど、こちらに関しましてはね、最終的にこの形でね、ディスプレイされる時には、一番奥ですね、こちらの支柱側。ここのところから、まずは C です。そして B、A という順番になっておりますのでね。こっちの方がね、一番わかりやすいと思いますが、こういう風に配置してあげると。
で、これがね、セッティングできましたら、支柱をね、こういう風に取り付けてあげて、最終的にここですね、こちらにクアンタ本体が乗りますんで、一応こちらのね、リング部分をね、中心に位置するような感じに配置してあげましょうと。はい。これで、台座の方も組み付け完了しましたので、段取りしておいたクアンタ本体をね、真ん中の方に、ドンと乗せてあげることによって、これで、クアンタムバーストですね。一応こんな感じで飾ることができると。いいですね。はい。こちらのですね、クアンタムバーストに関しましては、マスターグレードや RG、HG ですね。これはね、今のところ再現されてないということで、メタルビルド単体のね、特有の機構となっております。さらにですね、クアンタムバーストタイプレギュラーというね、オリジナルギミックもね、含めて立体化されておりますので、非常にね、満足度が高いと。パーツの交換もね、結構多いんですけど、保持している部分がね、しっかりとしていればね、そんなにね、稼働も支障なく、全体的にね、扱いやすいというか、見た目もね、変わるんで非常にいいかなと。あともう一つですね、利点としまして、こんな感じでね、走行パーツがね、比較的外れるという風になっておりますので、例えば足首周りですね、こういう部分がちょっと緩いとか、膝周りがちょっと緩いなって感じるときには、ネジがですね、やはり露出してるんですね。こことか、こことかね、いろんなところを露出しておりますんで、そこを緩めることによってね、比較的簡単に分解することができますんで、その状態で軸調整ができるっていうね。それはかなりね、利点になっておりますね。他のメタルビルドって、どうしてもね、ネジ打ちされてる部分に、プラスチックのカバーっていうかね、走行パーツが接着されてる関係で外すことができないんで、緩くなってしまうともうおしまいという感じなんですけどね。こちらのダブルオクアンタ、これはね、非常にね、分解とかもしやすいんでね、調整しやすくてとてもいいですね。うん。それでね、全体的に稼働範囲も広いですし、武器の組み替えとかね、走行パーツの組み替えによって、いろいろな形態にできるし、LED のね、こちらね、点灯ギミックですね。こういうのがあるんで、非常にいいですね。うん。ただですね、ダブルオシリーズ、ダブルオと今回のクアンタ、両方とも言えることですけど、こちらを背中に配置しますけどね、こちらのバインダーパーツというか、このアームパーツがですね、肩周りにね、干渉してしまうと、可動域がちょっと狭かったりとかね、ここの部分も、関節はね、比較的多いんですけど、もうちょっと斜めに構えたいとかね、もう少しこうしたいっていう調整がね、しづらいのがあるんでね、そこはちょっとね、気にはなりますけど、全体的な仕上がりとしてはね、とってもいいかなと。まあ、今回中古品を買ったっていうことでね、この辺のですね、ボール部分がやはり劣化してたりとかね、もともと割れてたのかね、そういうことがあったので、ボロボロにね、なっておりましたけどね、それでも全体的にね、いい仕上がりしておりますんでね、気になった方はちょっとね、チェックしていただきたいと思います。はい。ということでですね、全2回でお届けしました、こちら。メタルビルドのダブルオクアンタ。こちらのですね、今回は、クアンタムバーストタイプレギュラー。それと、クアンタムバースト。こちらをね、やっていきました。はい。一応、今のところね、持っているダブルオシリーズですね。エクシア、ダブルオ、ダブルオクアンタ。ここまでしかないので、気が向けば、エクシアリペアとかね。あとは、デュナメスとかね。その辺もちょっとね、買うかもしれないんでね。その時にはね、また、動画やりたいと思います。はい。ということで、次回ですね。次回はね、今のところ撮影時にはね、ちょっと手元に届いておりませんけど、一応マスターグレード。これをですね、以前ちょっとやったことがあるパーツの方ですね。それをちょっとやっていきたいと思います。ただですね、物が届かないようであれば、内容をね、一部変更してね、また別なものをちょっとやろうかなと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。